毛ですか？あ、本当だ。ちょっと顔周りだけちょっとブリーチしてる感じですか？まあ、全部いろいろ混ぜてもいいんですけど。似合いそう、グリーンアイビー。グリーンアイビー系がなんか個人的にはいい気がするんですよね。で、こういう感じですか？今日はあの日本のナンバースリーさんっていうメーカーがあるんですけど、そこ のビジュアルのルックの撮影で、実際にあの動画の撮影になるんですけど、実際のカラー剤使ってあの塗ったりとかして、モデルさん あのビフォーのところからアフターのところまで、あとはそのナンバースリーさんのカラー剤がビーガンの動物性使ってないカラー剤なんで、それに対してのインタビューとかを受けたりとかする予定です。全部揃えてきました。一応コスメとかも全部オーガニックに揃えて。実際にそのうちのお店のコンセプトがビーガンビューティーサロンっていうコンセプトなんで、実際にコンセプトのそこら辺がこうナンバースリーさんとすごく一致してるんで、結構オープン当初から一緒にいろいろやらせていただいたりとか、うち あのホワイトでもあのメインであのカラー剤使わせていただいてますね。そうですね、結構レア。多分この辺撮影とかでよく来ますもんね。カラーリングするので、まあ、モデルさんの意向をいろいろ聞きながら、どんな色にしたいかはしっかり聞いた状態で、普段のサロンワークの中で使っている調合とかを、まあ、あのモデルさんと話し合いながら決めたいなと思ってます。全然なさそう。あ、お二人も。あ、そうなんです。青もめっちゃいいです。青。ピンクと。いい感じに。じゃあ、あと。多いんですけど、昨年。ブリーチが出たっていうだけで、すごいそのカラーリングの髪型の幅がすごい広がって、いろんな髪色がそれで可能となったので、そうですね、今までやっぱりカラー剤といえばやっぱ発色と、じゃあ僕の方を向いていただいてで、割とまとめてください。今カラーが終わりました。すごい。この牛乳とか卵使ってないやつ。いや、すごくないですか。お腹すいたらいいですか。あのスプーンも好きなやつ持ってきてるんで、牛乳の代わりに例えば豆乳とアーモンドミルクとあとはオーツミルクとか。あーオーツミルク、スタバとかでも。この前飲みました。飲みました、はい、めっちゃ美味しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。普通のパンって牛乳使ってるんですけど、これ使ってない。食べても全然問題はないです。なんか刺激やすいんですけど、普通にみんなと同じもの食べてます。最近てか、なんかなんだろう、ちょっとなんか分かり、ありがとうございます。ありがとうございます。利用回数は結構な回数だと思うんですけど。そうですね、はい、この南蛮バーガー、こればっか食べてるんですけど、これか、でも全部美味しいです本当に。なんかいろいろつまみ食いはよくしてるんですけど、ビーガンになろうと思ったきっかけというよりは、うちのホワイトをオープンするきっかけになったのがやっぱニューヨークで、最初行ったのがまあ5年前とかなんですけど、もう5年前に初めてそのニューヨークコレクションのヘアメイクで携われることができて、でそれのヘアチームが今うちの店で扱っているダビネスのヘアチームだったんですよ。
その時はもうなんかワックスとかしか使ったことなかったんで、全然サステナブルなブランドとかそういうの全然知らなくて、もうただただ美容師としてなんか修行しに行くみたいな感じでニューヨークに初めて行って、そこから3回ぐらいトータル結局行ったんですけど、その時にそのヘアのチームのメンバーでそのビーガンとかベジタリアンの人がたくさんいて、でまあ大体仕事終わったらみんなでこうやってご飯に行くんですけど、そのこういうメニューが大体その2つあって、でどこのお店もその通常のメニューとベジタリアンとビーガンっていうのがほぼどこの店もあるんですよ。ビーガンのレストランとかじゃなくて普通のお店だけど全部オプションで全部あって、それがもう5年前とかなんで、それがなんか当時僕も原宿でずっと美容師やってたんで、なんか一番こう日本の中でもなんかそういうのが早い場所なのになんか全然ギャップあるなと思って、それがまず最初なんかやっぱカルチャーショックだったんで、で自分でなんか美容師だからやれることないかなと思った時に、その美容でビーガンでやったらいいんじゃないかなと思ったのが最初のきっかけです。で実際自分にでそこから調べて、美容で使われている動物成分ってあるのかなとか、美容でビーガン商材あるかなとかいろいろ調べて、調べた時に、まあ、そのさっき言ったダビネスとかが出てきて、そこから、まあ、ヘアチームで携わってたんでお店で扱うようになったりとか、まあ、他にもいろいろビーガンのものが海外のものとか日本のものであったんで、あもうこれ全然いけるなと思って、取り扱うっていうよりはもうコンセプトを全部ビーガンにして、ビーガンビューティーっていうのをもうコンセプトにしようと思って、最初から全部もうビーガンだけっていうのでやり始めた。それがまあ3年前ぐらいですね。前の会社辞めてから、まあ、その前から考えてたんですけど、それぐらいからもうその構想はもう結構固まってました。やってる美容院ってあります？なんか最近は結構増えてきたみたいで、なんかちょこちょこ聞くんですけど、なんかやっぱり全部が全部ビーガンっていう風にやってるお店が、まあ、そう多くはないのと、あとは今までなんかこうオーガニックカラーとか植物性のカラーって、そのヘナカラーっていうのがあって、そのヘナカラーってなんかこう年配の人がやるイメージだったんですよね。グレーカラーとかしかなんかできないっていうなんか変な先入観があったんですけど、いろいろ調べてるとそういうファッションカラーでビーガンのものっていうのがあって、だから僕はそういう年配の人だけじゃなくて、その若いそういう意識高い人にビーガンカラーでもおしゃれでこういろんな色とか髪型を楽しんでもらいたいなっていうのを原宿でやりたかったんで、もう全ての人、若い人も大人の人も全員そういうので施術できればいいなと思って、だからそういうのは結構新しかったのかなと思います。あ、これサラダ、あすごい、めっちゃ美味しそう。全然そんなことないんですけど、めちゃめちゃビーガンの人がよく来るんですよね。それが最初一番びっくりして、なんか日本でビーガンの人っていいのかなってみんな多分思うと思うんですけど、めちゃくちゃいるんだなっていうのが、まあ、思ったのと、多分うちのお店がおそらく日本で一番ビーガンのお客さんが来てるんで、それは多分間違いないと思います、うん、本当にたくさん1日、まあ、5、6人以上は来てるんで、月で言ったらもう確実に100人以上は来てんじゃないかな。ビーガンビューティーサロンっていうのをコンセプトにしたのはなんかもう一個理由があるんですけど、なんか今までのその美容室の形って、例えばハイトーンカラーとか外国人風とかガーリーとか、なんかそういうヘアスタイルに特化したコンセプトのお店が多かったんですけど、なんか僕も前の会社でなんかそのサロンがこうっていうなんかイメージの中で、本当は自分はこういうスタイル作りたいのにこっちになんか寄せなきゃいけないっていうのがなんかすごい嫌だったんで、あんまりヘアスタイルにこうコンセプトを置きたくないなと思って、だからその使う商材とか薬剤はビーガンにして、ヘアスタイルとか好きなスタイルはもうそのスタッフごとに任せるというか自由にしたいなと思って、そういうヘアスタイルじゃないところにコンセプトを置いてやりました。ビーガンじゃない人も多いんですけど、確実になんかこうちょっと気になる人とか、
なんかしたいけどよくわかんない人とかも来たりするんで、まあ、そういう人にこうあんまりこう押し付けっていうよりはうちのお店に来ていただいて、なんかそのきっかけになれるように、まあ、そのお店で体感していただいて、あこういうのいいなっていうふうに思ってもらえるように、まあ、お店作りをしてそういうサステナブルなマインドを、まあ、広めていきたいなっていう感じです。履き違えてる部分が多くて、なんか美容師さんが考えるセルフブランディングってなんか自分の好きなものを見つけるっていう発想の人多いと思うんですよね。でもブランディングって本来お客様が求めてるものをこちらが提供するのに対して考えるっていう、でも逆なんですよね。だからそこはすごい昔から考えてました。なんか自分が好きなものを探して自分の好きなものを発信するじゃなくて、世の中的に何が求められてるのかとか、お客さんが何がいいと思ってるのかを考えて自分のできることをブランディングしていくっていう感じかな。なんかいつもは夜来てて、夜だと本当にいつもほぼ同じメンバーなんですよ。たまに芝県のこと喧嘩したんですけど、大丈夫。基本的にあのマレは誰とも遊ばない。いつもこんな感じで。マレ。ちょっとうちしたんで拾ってきます。これはちょっと絵面的にまずいかもしれない。これ環境に優しいうんち袋で、なんか一応環境配慮してるアースレイティッドってやつ。でもずっとこれ使ってます。可愛いですよね。夜は大きい子が多くて、今の時間は結構ちっちゃい子とかも、大体仕事終わりに毎日。だからここでマレの歌を、はい、行く行く。